キーウェストはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の35番艦。艦名はフロリダ州キーウェストにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはタコマ級フリゲート15番艦以来3隻目。キーウェストの建造は1981年8月13日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され。 1983年7月6日に寄港した。1985年7月20日にバージニアコーン夫人によって命名浸水し、1987年9月12日に艦長ウォーレン・リップスコムジュニア中佐の指揮下収益した。キーウェストはバージニア州ノーフォークのノーフォーク海軍基地を母校として1995年まで活動した。 大西洋艦隊での活動中に多くの戦略抑止商会を完了し、カリブ海、西大西洋、地中海での作戦活動を支援した。1990年の地中海巡航後には大戦水艦船優秀賞を受賞した。その後1989年から90年にかけての商会任務に対し主君部大賞が与えられた。1992年の水雷対抗協議では、 第8潜水戦隊に所属、トップトープを勝ち取り、同年のバトル E も受賞した。キーウェストは1995年に、セオドアルーズベルト空母戦闘軍に所属、展開した。配備中は、地中海とペルシャ湾で活動し、主君部大将及び、ナトー君交渉を受賞した。その後ノーフォークで信頼性主権を受け、1996年に、 太平洋艦隊に配備される。1996年6月にノーホークを出港、パナマ運河を通過し、7月に真珠湾に到着、第一潜水船体での活動を開始した。1997年4月、キーウェストはコンステレーション空母戦闘軍と共に最初の太平洋配備に就く。この間キーウェストは太平洋、インド洋及び ペルシャ湾で活動した。同年末に第三潜水船隊に再び配属される。翌年にはカール・ビンソン及びエイブラハム・リンカーン空母戦闘軍を支援して東太平洋に展開し、その後リムパック演習に参加した。1998年から2001年までキーウェストは太平洋で第三艦隊及び第七艦隊の作戦活動を支援した。 この間に多くの多国籍演習に参加する。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件後、キーウェストはバーレーンに向かい、10月にアフガニスタンに向けてトマホーク巡航ミサイルを発射した。2003年と2004年にキーウェストは第7艦隊支援のため大西洋西部へ配備された。キーウェストは1992年と1994年に フロリダ州キーウェストを訪問した。しかしながら太平洋艦隊へ配備されて以来同志を訪問していない。ありがとうございます。